カンボジア王国友好勲章はカンボジア国王の直令によりカンボジア政府から与えられる英典であるサハメトレー勲章とも呼ばれる1948年9月9日に3階級が創設され1956年8月23日に5階級に拡大されたこの友好勲章は友情の印としてカンボジアの国王と国民のために対外関係や 外交的任務の分野で結出した貢献を果たした外国人に可視される。カンボジア王国シュバリエ友好勲章のメダルカンボジア王国友好勲章は1948年9月9日、ノロドムシハヌーク国王により創設された。当初は3階級であったが、1956年8月23日に5階級にまで拡大された。 1975年にクメールルージュ時代の民主、カンプチア政権下で中止されたが、1995年10月5日に、国王のノロドムシュハヌークが、直霊第1095.01号にて再施行した。日本語では、様々な階級表記がされている。マハ、シルブッダ、グランクロは大十字章、十字章マハせなグラントフィシエ、大章交渉、大空いてっぽドン。 コマンドール、司令官賞、セナ、オフィシエ、将校賞、アスカラリダ、シュバリエ、騎士賞グランクロワとグラントフィシエは、右肩にかける肩体として授与される。コマンドールは、ネックオーダーであり、首の周りに着装したネクタイから吊り下げる。オフィシエとシュバリエのバッジは、左胸に着装する。ありがとうございます。